さあ2回の裏ジャイアンツの攻撃です。この回は5番の山本から始まります。2球目打ちました。レフトへ、レフト線破りました。さあ山本は1塁を蹴って2塁に向かいます。ツーベースヒット。初回はワンアウトランナー2塁でしたが、この2回はノーアウトランナー2塁、チャンスを作りました。変化球に対してのバッティングですが、どうでしょうか。そうですね、あのバッティングには非常にね、はい、意外性といいますかね、うん、大きな当たりも打てますし、はい、チャンスにも強いですしね、すごくこう打撃にとって打撃はすごく魅力のある選手なんで、うん、まあ、しっかり自分の形で振り抜いてますよね、はい、追い込まれても、多少泳がされてもですね。そうですね、今のもアウトコースの難しい変化球でしたが、泳がされずにレフトに運びました。さあノーアウトランナー2塁でバッターボックス吉川大輝、先ほどはいい中継プレーでのプレーがありましたが、ここは考え方としてはやはりランナーを進めるというところでしょうか。まあ、最低でも進めたいところでしょうね、はい、初球141キロストレート。藤岡と江村というバッテリーです。マリーンズの外野陣はレフト石見で、センターサントス、ライト細谷です。定位置よりも若干外野は前の方に来ているでしょうか。右方向へ、ライトバック、ライト下がった、細谷下がって抜けた。山本は三塁を回って、今ホームに帰ってきました。連続ツーベース、吉川大輝にタイムリーヒットが出ました。2対1。少し高めに浮いた変化球でしたが、鈴木さん、右方向へのバッティングでした。そうですね、高めのボールですから非常に右に持ってきやすいね、はい、球でしたけども、でしたけどもね、非常にしっかり何て言いますかね、振り抜いてますよね、はい、振り抜いてますから、やはり打球が伸びましたよね、うん。まあ、吉川選手はもう何回も一軍も経験してきて、このいろんな状況で何をすべきなのかっていうのもね、はい、十分理解してますし、あのベンチの意図